どうもこんにちは、新聞入りメンバー就活生の大塚希乃です。どうもこんにちは、新聞入りメンバー就活生の高橋静香です。今日はエルトさんにお越しいただいて、これから4月に入ってどんな動き方をすればいいのかというテーマでお話をいただこうと思っています。ではエルトさん、簡単に自己紹介お願いいたします。はい、エルトです。お願いします。もともとは人材会社で働いてまして、今は就活とか転職に関する動画を YouTube で上げてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本題に入る前に、はい、私たち2人の就活の状況だったり、まあ、ちょっと不安に思っていることがあると思うんだけど、大塚としては、昨日ちょうど最終面接が2つあったんですけど、まだ発表されてなくて、この動画が公開される頃には結果出てるかなと思うんですけど、今日の時点でまだ内定がなくて1つも、本当にすっごい不安で、漠然とした不安みたいなのがあって、はいはい、ずっとこんなもやもやした気持ちが続いたまま就活するのも辛いなってちょっと思い始めてきちゃった時期で、私と同じように結構不安を抱えてる人も多いんじゃないかなと思うので、そのメンタルの保つ方だったり、今からやっていくべきこと、というような話で、ぜひ教えていただければなと思います。じゃあ、甘々で頑張ります。ありがとうございます。はい、入らないというような方がいらっしゃって、まだ始めてない人も今から始めても間に合うものなんですか？全然間に合うと思いますよ。全然間に合いますね。今から就活始めるって人毎年いますし、僕のとこにも相談来たりするんですけど、まあ、いわゆる納得内定みたいな、自分が行きたいとこに行けたみたいな報告がたくさんいただくので全然間に合うかなと思います。4月から始めても大丈夫っていうことなんですけど、4月ってそもそもどういう時期なのかというのをエルトさんに聞いていきたいと思います。4月はなんか前の就活予備校っていう動画でお話をさせてもらったかなと思うんですけど、1回目の内定のピークが始まるっていう時期でもあったりしますと。4月のいつ頃ですか？4月の後半ですね。本当に末頃、ゴールデンウィーク前ぐらいから一発目の内定のピークが始まるっていうところで、まあだからちょっと焦ったりとか、なんか悩んでしまうみたいな学生が増える時期かなと思っています。気づいて機会が少なくなってきちゃうって感じなんですか？そうですね、まあ、大手企業さんとかいわゆる有名企業になってくると、4月の上旬から中旬ぐらいで、まあ、第1ターンっていうんですかね、第1期の締め切りみたいなのが行われるところがほとんどなので、そこは間に合わせたいかなっていうところかな。じゃあまだ何もしてない人でもその ES の締め切りに合わせて活動できてれば、他の人たちと同じぐらいに内定をもらえる可能性は全然あり得る。全然あると思います。1回目のピーク、内定のピークは4月の下旬なんですけど、2回目はそれこそ6月とかにみんな一気に内定を獲得するみたいな時期になってくるので、だいたい就活って2ヶ月とか3ヶ月ぐらいで内定が出ると言われてるので、もうちょうどいいタイミングですよね。今から頑張れば6月ぐらいに内定が出るっていうので、全然周りに追いつける状態かなと思います。4月の中旬ぐらいまでで ES の締め切りを迎えることが結構多いということだったんですけれども、エルトさん個人的にはどれぐらいエントリーすればいいと思いますか？まあこれ業界とか、まあ、行きたい企業とかにもよると思うんですけど、まあ、個人的には20から30社ぐらいエントリーしてると、まあ、安心はできるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それぐらい受けると、まあ、一定一次面接に進める企業が出てくるので、まあ、10社とか出てきたらまあ御の字かなと思うんですけど、大体10社ぐらい受けると、まあ、1、2社内定が出るみたいな、確率だけで言うとそれぐらいなんで、そうするとあまり1ぐらいは内定もらえるかなっていうところもあるので、まあ、最初にエントリーしておく数としては20から30ぐらいが、まあ、安定なのかなと思ってます。20から30ってどういうふうにそのエントリーする企業って決めていけばいいんですか？行きたい業界が1個とか2個とかもう決まってるって人は、そこから10社ずつとか、まあ、受けていくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけど、それこそこの動画を見る人だと今から就活始めますみたいな人たちだと思うので、まず自分が何したいとか、まあ、そもそも世の中にどんな業界があるのかっていうことも知らないと思うし、いろんな業界をエントリーするっていうのは僕は結構ありかなと思いますね。先行進んでいく中で自分
に合ってるのを見つけていけば。そうです、そうです。なんで、あの、まあ、30社エントリーして、それ以降エントリーしないっていうわけじゃないんで、30社エントリーした後に、あ、こういう業界の方が興味あるかもってなったら、そこの業界のエントリーを増やしていくっていうのが、まあ、王道なのかなと思います。さっき4月から始めても間に合うっていう話を聞いたんですけど、4月から具体的にどういうふうに動けば内定もらえるんですかね。そうですね、まあ、動きとしては、まあ、基本的に3月1日に就活始めたって人がやったことを、まあ、それよりも早いスピードでクリアしていくっていうのが考え方としては正しいかなと思ってます。なんで、まあ、最初はまず ES1 枚書いてみるっていうところから始めて、でそうすると書けないところが分かってくるので、書くために自分の過去を振り返ってみるみたいな作業が始まるし、まずどこに ES 出してみようかなって考えて、いろんな業界見てると、この企業面白そうだなとか、この業界面白そうだなってなるのを、それなんでなんだっけっていうのを考えていくと、行きたい業界が決まってくるっていう、この2つを並行して他の人よりも早く進んでいくっていうのがとっても大事なんじゃないかなと思います。面接練習とかも必須になってきますよね。そうですね、面接練習必須になると思いますし、やっぱりこの時期から始めると、めっちゃ行きてえと思った企業と一番最初に面接することになるみたいな事態が発生すると、多分結構一生の後悔になると思うんですよね。なんで練習は友達でもいいし、親でもいいし、いわゆるキャリアセンターみたいなとこを頼るのもいいんで、まあ、何回かは練習は絶対した方がいいかなと思います。面接練習とイエス書いてみるっていうのと、自分の過去を振り返るっていうのも、とりあえずバックに進める。そう、それがいいと思います。知り合いがいないっていう人もいるよ、友達いない、そういう人はどうすればいいですかね。恥ずかしいと思うんですけど、お父さんお母さんが本当にいいと思うんですよね。結局そのなんでいいかっていうと、普段の自分が正しく 100% 相手に伝わるかどうかっていうのが、多分面接ってすごい大事なんですよね。なんかうまく自分伝えられなかったら、いいか悪いかっていう判断すら面接官できないんですよね。よう分かんなかったなみたいなので落とすっていうのは結構あるあるなんで、親に対して自分らしさが伝わってるかっていうのを見てくんないかっていうだけでも、面接練習としてはめちゃめちゃ正しいんですよね。だし、まあ社会人経験もあると思うので、話し方おかしくないとか構成おかしくないかみたいなことは伝えられると思うんで、全然お父さんお母さんにやってもらうみたいなのも悪くないかなと思ってます。じゃあ次に4月にやるべきことなんですけど、まあすでにエントリーをしているんだけど、まだ内定がもらえてない人、面接でめっちゃ落ちちゃってる人みたいなのは落ちてはないじゃん。落ちはないけど、まだ内定を持ってなくて焦ってる。そうです。まあどういうふうに今後立て直していけばいいんですかね。結局どこかに課題がある、今月だけは頑張ってほしいな。正直就活苦しいし、妥協みたいな感じ。生活頑張っていきましょう。おー